さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。何？急に見た目が怖いティラノをどうすればいいか。それが今のこの町の大きな課題なのよね。あいつおるんや。2周目現れたけど、3周目ももちろんおる。巨大化して恐竜と戦ってくれるロボットとかどこかにいないのかしら。そんな気軽にいる存在じゃねえだろ。お？これはしんちゃん的に張り切る理由ができたんじゃないですか。あらららら、みんな配置についたな。なんだよ急に。博士が帰ってきても邪魔されないように、ここは僕たちが見張るんだ。なんかやってるあの子たち。あ、おお、しんのすけいる。タイムマシンを操作して。しんのすけは一体何を。何この展開。ふわふわパウパウトワトワチリチリ、ラ行を抜いて心に浮かべて、タレルイラムマレシロンロリカコヨラレやってこらん。イデオカンタムロボ。押した。しんのすけが思い描いたカンタムロボの姿がタイムマシンに飛び込んでいく。すべては一瞬の出来事ですぞ。何この展開。急に。おお、来た。そこに現れたのはカンタムロボ。そして恐竜ではなく、え、巨大化したカンタムロボのおもちゃ。カンタムロボ、おもちゃの割に動いてる。頑張って。頑張ってって。頑張れ。何が始まるの。え、やりますね。死んだ。あ、全くスピード感なかったけど。迫力ゼロ。え、しぼんでいく。え、何。おお、え、え、消えた。風船。 What?ひたすらに戸惑いしかないから、誰か状況を説明してくれる大人いない？あ、死ん、え、あ、死んでるけど、あれ？あ、そう、防衛隊ファイヤー。カズマくん炎当たってる。ファイヤー。いや、まさにファイヤーっていう状況だけどね。燃えてるよ。え、え、え、どこ行くの？え、これは、え、え、え、目の前にいたやつば。え、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 戸惑いの中始まりました。新たな一日が。あ、博士いる。ちょっと聞いてみよう。で、あの子恐竜もいる。え、なんやねん、あの恐竜。え、どういうこと本当？何やったん先に。残念無念。先ほどは急いで駆けつけたが、間一髪間に合わず。我が輩のような天才学者に一泡吹かせるなんて。さぞかし痛快であったろう。いや、痛快なんてないんだよ。戸惑いでしかないんだよ。あれ以来なんだかティラノーはおとなしくなってしまった。元からおとなしいけどね、すごく遅いし、動きも。本当に残念無念。いや、じゃなくてね、何がだよ。いた、ティラノ。動きは相変わらず鈍いけどね。尻尾の炎も別に、相変わらず変わり映えなくかな。え、な、本当なんだったの。ちょっと待って、本当ガチで今戸惑ってるんだよね。理解ができなくて。え、何がどうなってこうなって、ああなって今ここにいる。一回新聞社行ってみようか。え、まあ、とりあえず現時点で記事にできるものっていうのがある程度溜まってるんで、またこれちょっと報告していきましょう。見て見て。どうだ、だいぶ増えるんじゃないか。これは歴史に残る大スクープだ。めっちゃ言うやん。すごいぞしんのすけくん。これで今の目標が4000人なんですけど、その4000人クリアできるかな。どうだ、896人足りないな。3500くらいかな。ありがとうございます。特に恐竜についてなんか新聞社でイベントがあるみたいなことではなかったですね。え、なんなの本当。朝のあのイベントは何だったの。夢だったのかな。いっそのこと夢であってほしかったわ。何の説明もないまま終わっちゃったんだね。しんのすけは怖いものある。ララコは何でもすぐ壊しちゃうから。それが怖いかな。この話はいつ関係してくるんだ、ストーリーに。10分で壊れちゃった。どういう原因でだよ。
すのが得意ってことだな。うわ、かっけえ。破壊神のセリフや。ビルスとかが言ってもなんか違和感ないね。これがストーリーに絶対関係してくるのは分かってるんだけど、そのいつ関係してくるか、もう3週目やで。お前ら何やっとんねん。カンタムロボは大活躍だったね。大活躍だったのか、あれ。何が起こったのか分かんないんだよね。恐竜倒れたけど普通に歩いてるし。カンタムロボは本当にびっくりしたわ。ティラノもびっくりしたんじゃないかな。死んだよね、一瞬ね。でも普通に立ち上がって今動いてるんだよ。あれを説明してくれよ。ハタさんは仕事してんな。誰ですか？私の仕事場を覗こうとしてるのはダメですよ。ダメなのね。一郎さんでしょ。違うわ。間違えんな、夫のこと。シルエットでわかるだろ、一郎じゃねえってこと。お？なんだよ、バグってんのか。お主とは以前どっかで会っておるな。これ2週目もあったんですよ、この会話。ご存知、知ってますよ、この悩み。カレーが、美味しすぎて？誰にもあげたくないのでござる。2週目と違うやん。カレーが辛すぎてっていうのが悩みだったんだけど。何美味しすぎてって。なんだか話が変わってる。変わってる変わってる、2週目と3週目で。そうだよ、お辛すぎて食べられないって言ってたから、なんかしんちゃんなんとかしてくれみたいなこと言ってたんだけど。そこまでお見通しでござるか。どういうこと？参ったじゃねえ。終わった。何が？どういうこっちゃね。またのお越しをお待ちしておるぞ。いや、今来たんだから今なんかもてなすや。何やねん、またっておかしいだろ。あ、終わった。もう帰る時間ですよ。なんで畑さん？さっき夫と間違えてたけど、なんで畑さんだったんだろう。何の謎も解けないまま終わったんですけど、カレー喉通らない。今そんなカレー食いたくないんだよね。あそこでも謎が深まったから。やるんじゃなかった、こんなことならね。謎だけが増えていく。この謎がいつか解ける日が来るんだろうとそう信じてやってるんだけど、なかなか来ないんだよね。ごちそうさまでした。ずっと謎が積み重ねてる、言ってる状況だな。ごちそうさまでした。弱ったな、弱ったな。どうしようかな、これ。結局カンタムロボは負けてしまったようだけど、あれ負けたの？死んでたけど、恐竜は。負け扱いなの。でもティラノンがおとなしくなったので結局薬局大成功ね。薬局いらねえだろ。なんか目的は果たしたようですね、結局。このセリフを聞いてようやく果たしたんだって分かったわ。勝ちか負けかも分からへんかったっけな。というわけで、しんのすけの計画は大成功。イエイイエイなの？でもしんのすけの場合、これはよしこお姉さんを救ったり、ご褒美にチョコビをもらうためだったりするのです。そうですよね、下心満載ですよ。ほほーい。お前が言うんかい、ほほーいって。というわけで14日目3週目の8月1日はこれにてこのようなイベントがあって終了となりましたけど、本当に意味がわかんないです。本当助けてください。でまたララコ、意外に可愛い寝顔してるな。意外って。このセリフも2度目ですけどね、2週目にも聞いたわ。終わっていく、終えていく、終わっていく、何にも進展がなかった1日ですよね。カンタムロボが出てきて、なんかあっという間に終わって、終わった。以上。